2020年より私たちの生活は新型コロナウイルス感染症によって大きく変化をしました。画家横忠則もまた外出もままならず、人と直接会うことさえできず、アトリエにこもって制作に没頭することになります。この展覧会はそうした2年間の間に横尾さんが制作した最新作をご紹介するものです。最新作の主なテーマは、中国は唐の時代にいたとされる漢山と拾得という層になります。彼らは人里離れた山の中で詩を作って暮らしました。ボサボサの頭にボロボロの服を着て笑いながら走ったりと、何かと不思議な行動をする彼らでしたが、一方で文殊菩薩と普賢菩薩の化身だという言い伝えから、これまでも数々の画家や小説家の作品のテーマとなってきました。コロナ禍の中、横尾さんはこの漢山拾得を何枚も何枚も描きました。この展覧会のもう一つのテーマは、その漢山拾得を描いた横尾さんの最新のスタイルにあります。横尾さん自らが朦朧体と呼ぶこのスタイルは一体どのようなものなのでしょうか。これからご紹介いたします。2015年、横尾さんを突発性難聴が襲います。この作品はその時の様子を表したもので、まさにその竜巻が家々の瓦を飛ばしているような状況が描かれています。その竜巻の中によく見ると耳が一つ浮かび上がっているのがわかるでしょうか。その耳は飛ばされた屋根瓦とともに左側の絵にまた改めて描かれています。難聴の発症とともに、次は横尾さんを右手の腱鞘炎が襲います。利き手である右手が痛みで思ったように動かせない、そうした中で横尾さんは描くことをやめません。筆を手に持ち、動かせる限りの体全体を使ってキャンバスに筆を叩きつける、そうして描いていくと筆跡が以前よりもはっきりと残るような描き方になります。難聴によって朦朧とした感覚、そして身体の不調による筆の動き、こうしたものを合わせて横尾さん自らが朦朧体と自分のスタイルを呼ぶようになりました。2019年、横尾さんは初めて漢山拾得を描きます。この作品は漢山拾得が山の中で向かい合って何かを話している、そうした情景を描いた蘇我松柏の絵をもとに描かれています。横尾さんはその構図をベースにカラフルな色をのせ、そして足元にカエルが飛んでいたり、首吊り縄を描き込んだり、新たな漢山拾得像を描いています。特にご注目いただきたいのは、漢山は詩を描くための巻物を手にしていますが、ここではトイレットペーパーに変わっています。また拾得は掃除をするためのほうきを持っていたのが電気掃除機に変わっています。これも横尾さん流の漢山拾得と言えるでしょう。それから横尾さんは何枚も何枚も漢山と拾得の姿を描くことになります。もともとは蘇我松柏の作品を元にしていたものが、徐々にその姿は自由になっていきます。二人は必ず一緒にいて、彼らはどこかおどけたような表情で身振り手振りも自由になり、服装もまるで現代の服装のようなものもありますね。また漢山と拾得の姿も、一部の作品は輪郭だけで描かれていたり、下半身が描かれておらず、まるで背景の中に溶け込んだかのような表現になっています。一つ一つの作品をご覧いただくと、漢山拾得がまるで彼らだけの、自由な世界の中で楽しく詩を作ったり、お話をしたり、時には踊っているかのように見えて、見ているこちらまで楽しくなるようです。横尾さんの最新作のテーマは漢山拾得に限りません。こちらの作品は横尾さんが幼い頃に描いた武蔵と小次郎の決闘の様子をベースにした作品です。赤く描かれた人物が小次郎、そして空を飛んでいるかのように描かれている人物が武蔵になりますが、彼らの姿は荒々しい筆によって
まるで背景に溶け込んでいるかのようにも見えます。よくご覧いただくと、小次郎は手に電気掃除機を、そして武蔵はトイレットペーパーを持ち首から便器を下げていますね。つまりここでは武蔵と小次郎の姿に、さらに横尾さんの最新テーマである寒山と実徳が重ね合わされていることになります。右側の作品は三人の愚者というタイトルで、寒山と実徳、そして彼らの師匠だったとされる武漢という人物が描かれています。三人が並んで座っていますが、その姿は荒々しい筆使いと、そして赤や緑、黄色などの色使いによって、まるで人のようだけれどもそうでないようにも見えるといったような不思議な人物像になっています。彼らをなぞる線と背景を埋める線の色合いや太さが同じことから、まるで人物たちが背景の中に溶け込んでいるかのような、まさに境界線がなくなる横尾さんが言う朦朧体といったものがここで表されているかのようです。そして左側の作品は俗三人の愚者というタイトルになります。こちらもまた三人の愚者と同じように三人の人物が描かれていて、その続編であるということが伺われますが、その描かれ方が大きく異なっているのがお分かりでしょうか。三人の人物が座っていますが、彼らは先の作品に比べより穏やかな筆使い、そして色もまた現実の色に近い色使いがされています。彼らは皆デニムのような服を着て、そしてウェーブがかかった髪型をしています。それはまるで横尾さん自身であるかのようにも見えるんですね。彼らにもまた寒山実徳武漢という名前がついていますが、まるで横尾さんの現在の状況、つまり現実世界を描いているかのようにも思われます。こうして比べてみますと、寒山実徳、そして武漢といった伝説上の人物を描くときはより奔放な筆使いと明るい色使い、そして横尾さんの現実の世界を描いたものはより写実的な描写になっているというふうに、朦朧体の中でもさまざまな描き方がされているというのがわかるかと思います。こちらの作品は横尾さんの日常に題材を得たものになります。横尾さんは毎日アトリエまで自転車に乗って出かけますが、まさしく横尾さんの様子を描いているかと思われます。しかしよく見ていただくと、右側の人物はトイレの中にいることがお分かりでしょうか。つまり外に出たはずなのにまた室内に入ってしまったかのような表現になっています。左側の2人の人物にもご注目ください。男性が手にしているのは掃除機ですね。つまり横尾さんの日常を描いているかと思いきや、実は寒山と実徳の姿がほのかに忍ばされているのです。このように現実の世界、そして夢の世界、または虚構の世界が入り混じっている状況、それは横尾さんの朦朧体の特徴の一つと言えるでしょう。右側の作品はある一つの部屋の様子が描かれています。ここに収まっているのは横尾さんが集めた、横尾さんが尊敬する画家たちの作品になります。絵や彫刻などたくさんの作品が詰まっていますね。そしてよく見ると奥の方にその部屋を覗き込む官僚に人物が一人立っているのがお分かりでしょうか。これは横尾さん自身かと思われます。そして部屋の真ん中には耳の形が輪郭線のみ浮かび上がっています。これまでも横尾さんの作品には耳のイメージが描かれることがたびたびありましたが、それは異界への入り口の象徴でもありました。この耳を通して横尾さんは偉大な画家たちと交信を行っている、そんな情景かもしれません。では左側の作品をご覧ください。こちらも同じ部屋の情景のはずですが、部屋の天井や床といったものは消えてしまい、そして作品の額縁なども消えています。作品に描かれた人物たちはより浮き出てきて笑いかけたり、表情豊かになっていますね。
そして横尾さん自身は消えていますが、部屋の中央にはその代わり黒い帽子が一つ浮かんでいます。まるで画家の代わりであるかのように、その帽子と周りを囲む絵に描かれた人物たちが何か対話をしているかのようです。背景は比較的細長く短いストロークと明るい色使いで埋められており、これらの光景がまた一つの空間というよりはどこか別の世界であるかのように思われます。横尾さんの最新作のスタイル朦朧体は、荒々しい筆使い、そして明るい色、また人物と背景が混ざり合うかのような表現といったものが総合した新しいスタイルであることを見てきました。この展示室では、そうした朦朧体が実は横尾さんの過去の数々の試みの中にその片鱗が現れていたのではないかということをもとに展示しています。展覧会のタイトルにもある Forward to the Past、 過去への前進、つまり過去へ前向きに進んでいくことによって横尾さんの最新作を読み解こうというのが本展のもう一つの目的になります。こちらの作品は1984年に制作されたものです。森の中で裸になってパフォーマンスを行う3人の男性の姿が描かれています。顔に手を当て上を向いて叫ぶかのような3人の姿は、その周りを囲む太い木の幹と重なり、それが人なのか木なのか入り混じっていてよくわからないような構図になっています。それによって森と人がまるで一体になっているかのようです。この時期、横尾さんは身体性というものに強く興味を抱いていました。森の中で自分自身も服を脱ぎ捨てパフォーマンスを行い、それを作品にしたこともあります。横尾さんにとって森は身体の延長線上にあるものであり、その中にいることで人間は知性や知識といったものから解放され、より本能的な表現ができるというふうに考えていました。こちらの作品も横尾さんの身体性への関心が現れています。こちらは歌川広重が日本の名所を描いた作品を模写したものになりますが、横尾さんは利き手ではない左手であえて描きました。ペンを使って一つ一つその構図をなぞっていく、そうすることで面で表されていた歌川広重の風景というものが軽やかな線で表された風景となって現れています。思い通りには動かない線を何度も重ねることで風景が浮かび上がっていく、そうした表現の面白さに横尾さんは着目していたのではないでしょうか。最新作の特徴である朦朧体は、その横尾さんの身体的な変化が大きく影響していますが、もともとこうした自分の意識の外にある体の動きというものに横尾さんが着目していたことがわかるかと思います。1980年、グラフィックデザイナーとして第一線で活躍していた横尾さんは、ニューヨークでピカソの展覧会を見たことで画家になることを決心します。こちらの作品は、画家に転向した後で初めて開催した個展に出品されたものになります。ここには部屋の中に複数の人物がいる様子が描かれています。部屋を表す線、そして人物たちをかたどる輪郭といったものがそれぞれ混じり合い、時には消えていて、まるで彼らが手前にあるのか、部屋の椅子やテーブルが奥にあるのか、その前後関係が曖昧な表現になっています。こうした比較的浅い空間の中でモチーフの輪郭のみを重ね合わせることで奥行きを出そうとしている、そうした試みが現れています。横尾さんの最新作に描かれた寒山実徳もまたその輪郭のみで描かれていたり、まるで下半身はもう消えてしまっていたかのような表現がありましたが、そうしたものは横尾さんが画家になってすぐの試みの中にすでに見られていました。こちらの作品も画家になってすぐ
に描かれた作品の一つです。画面をご覧いただくと、下で戦いの場面あるいは殺生の場面が描かれており、そこに天井からの使いが駆けつけているかのような構図になっています。作品のタイトルガーディアンエンジェルから、彼らは守護天使のようなものかもしれません。しかしその姿は赤と白の2色で描かれており、その輪郭も荒々しい筆致によってかすかに姿を捉えることができる、そのような描き方になっています。この作品の特徴は何といっても周囲をめぐる電飾にあるでしょう。この電飾の効果によって作品を見るときにどうしても視界の中でイメージがちらついてしまう、そうしたその電飾の強さに対抗するかのように、あるいはその電飾の効果を増幅するかのように、中のイメージの筆使いが荒々しくされているのかもしれません。こうした荒い筆使いもまた朦朧体の特徴の一つになります。本展では横尾さんの最新のスタイルである朦朧体を使った数々の作品をご覧いただけるとともに、画業40年にわたる過去の試みが一つ一つ結集して今のスタイルにつながっている、そうした歴史もご覧いただけるかと思います。